Thank you.
ケル国会議員三輪チャンネル突撃永田町ユーストリーム公認スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送視聴者参加型番組ということで、これを見ている皆さんからツイッターなどのソーシャルメディアを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います。第106回目のゲストはこの方です。自民党総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官伊藤忠彦衆議院議員です。こんばんは、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、皆さんもよろしくお願いいたします。内閣の方から来たってことですか？内閣というか閣僚から来たということですか？そうですね、まあ、安倍内閣の一番端っこの方にいる一人の政府のものということになりましょうか、ね、そうですけども、ありがとうございます、はい、政務官ですよ。すごい、ねえ、よろしくお願いします。ねえ、よくなってる、ね、だいぶ注目されています。わかりました。本当ですよね。でも政務官って答弁もするんですよ。そうですね、委員会では。はい、すごい重要な、もうちょっと感覚が違いますよね。一議員というのとやはり内閣に入っている一員として。そうですね、やはり答弁を求められますので、はい、今までの経過ですとか経緯ですとか、ただ自分の考えを申し述べるだけでは、うん、進まないことになりますので、うん、そこは非常に責任のある、うん、立場ということになろうかと思います。自分の意見さえ通してばいいというにはいかなくなりましたもんね。そうですね、それはやはり非常によく考えなければならないところだと思いますね。うん、そうですか。はい、伊藤代議士は8段階なんですよね。そうです、そうです、ね、小泉チルドレンと呼ばれた。そうです、83人のうちの1人で。そうです。まあ、大臣にすぐなられた方もね、はい、いらっしゃいましたけども、はい、やはり政務官というのは出世コースですよね。いやいや、まあ、出世かどうかは別といたしまして、政治家として年月を積んで、うん、はい、いろいろなポジションをいただいて、はい、仕事を覚えていく上では、うん、一つの通過点として、うん、ある職責だと思います。そうですか。はい、ご地元は、愛知八区、はい、ということですね。はい、どんなところですか？私の選挙区は、はい、全部で4市5町ございまして、半島なんですね。はい、知多半島という半島でございまして、はい、一番南の端にある南知多町というところには離島が2島、日間賀島と、篠島という島がございまして、そこまで全部、はい、私の選挙区です。はい、そして中部国際空港という、空港がございまして、まさに中部圏の空の玄関口も、私の選挙区の中にあるということでございます。そうですか。はい、わかりました。じゃあそれではですね、これから幸せ度数年表に入っていきまして、伊藤代議士の半生を振り返っていきたいと思います。はい、幸せ度数年表です。はい、はい、まず1964年生まれ、東京オリンピックの年に生まれたんですね。はい、じゃオリンピック2回人生ですでに経験することになりますね。そうですね、不思議なことなんですけど、私はなんかこう東京オリンピックで日本の選手団が行進して入ってくるのを覚えてるの、見てたような、そういう見てるわけがないんですけれども、見てたような。まあでもテレビで見たんでしょうね、だと思いますけどね。生まれてくる前から天気そして本当におっしゃった通り2020年のオリンピック2回目を経験することができて、ね、本当に幸せなことだと思っています。はい、これは名古屋で生まれ、どちらで生まれになったんですか？愛知県名古屋市でございます。じゃあ本当に地元なんですか？はい、それとも落下山的なものなんですか？いえいえ、そこはもう代々400年近く、私の家族は織田信長が清須にいた時に商いをしていて、清須会議の、はい、そしてその清須から加藤清正が名古屋城を築城するので、あそこに城下町を作って商いをする場所を作りなさいと言われて、清須越えの商人として出ていったのが私どもの家系なんです。それが400年前なんですね。そうです。
で私は17代目なんです。17代目なんです。そうですか。の深夜ですね。私には兄がいますので、私の兄が17代目ですので、の深夜になります。あ、そうなんですか。どういう商いをやられたんですか。一番最初は味噌醤油、それから最終的には米を扱って、そして新田開発をいたしまして、まず濃尾平野っていうのをずっと新田開発をして、石高を上げて、そしてまあ御用商人として名古屋城に納めるっていうことを家計としてはやってまいりました。そうなんですか、はい、私の家の前に堀川という川がありまして、今でこそ少し淀んでいますけども、昔はこれで名古屋のお城にいわゆるお堀に水を入れるわけですね、でその後はそれが運河の役目をして物流になって、それで広く尾張から全体に物を運んでいく、これを使って私どもの家も含めてみんなが商いをしていたっていうことですね。そうですか。そしてなんとですね、水戸代議士のうちはなんか頭取なんですって、お父様は。もう亡くなりまして今年で13回忌になりますが、東海銀行の頭取をしておりました。頭取ってやっぱ違いますよね。いや、ね、上場会社の社長というよりもっと重みがありますよね。じゃあ頭取のご子息として生まれたんですか。いえ決して最初から頭取だったわけではありませんから、私がですね、社会人になってから、頭取になりましたので、はい、そうです。喉を潤してください。そうですか、はい、じゃ社会人になってから頭取だから、まあ、修正コースに乗ったということですね、お父様。もともと株を持ったなんて言っていいのかよく分かりませんが、まあ父は父としての人生を、頑張ったんだと思います。すごいですね、頭取の息子さんなんかと口聞いたことあるわ。いや、でもすごいですよね。だって東海銀行って今三菱東京 UFJ だったんでしょ。はい、そうです。すごいですね。いやじゃあもちろんメインバンクも三菱東京 UFJ ですよ、ね、いくつかあります。いくつかある。どうぞお飲みになってください。いただきます。そうですか、頭取のご子息さんなんですね。すごいですね。はい、大丈夫ですか。はい、そしていろんなことをしましたって、子供幼少時代ということですね。まあ、それもありますけど、これ卒業まで書いてあるんですが、この大学の、3年4年5年5年間行きましたんでね、5年ぐらいにですね、ぜひ世の中に出たら、活躍する人間になりたい、どんな職業かは別としてですね、それで当時インターなんて言うんでしょうかね、スクールで勉強会をするのの走りだったと思うんですが、そんなことを、当時慶応大学の方とか、東京大学、一橋大学、さまざまな大学の人たちと、だんだん人も増えまして、もう100人近い人たちが和気あいあいと1ヶ月ごとにですね、勉強会して、そこの中からも随分国会議員も出てくれて、例えばどなたでしょうか。ですね、野党民主党でいうとですね、近藤陽介君とか、あるいは長嶋昭久さんとかですね、民主党ですね、みんなね。であとは我が党でいうとですね、その当時私どものメンバーというわけじゃありませんが、何度もお会いしていろんなことしたのは河野太郎さんとかですね。そうですか。それから浅尾慶一郎さんとかですね。そうですね。みんな仲間でやっておりました。はい。そして早稲田大学法学部に入り、卒業し、電通マンだったんですか。はい、皆さん電通が一番いい時の電通ですよ。その通り。1988年から6年ぐらいでしたか。はい、これまだ上場する前でしょ、はい、一番おいしい時ですよ。今美味しくないからきっとね。いえ今も十分おいしい電通なんですけれども、当時は私としては非常にありがたい会社に入ったと思いました。
電通マンだったんですね。どちらに配属されたんですか。私は最初とにかく地元に戻って政治活動って思ってましたんで、本社に入社して直ちに名古屋社勤務を希望して、そして名古屋支社に配属になりまして、そして中日新聞を担当するんですね。なるほど。でところがそこから1年ぐらいでですね、また東京に行きなさいってこう言われまして、で営業になって、それで辞める28歳の前の27歳から28歳にかけて、ちょうどですね、最後郵政省を担当する営業になるんですね、それでその時の郵政大臣が小泉純一郎さんなんです。で飯島さんっていう秘書官ともお出会いすることができて、で今でこそみんなそのパソコン使ってますよね、ICT とか言いますよね。総務省 ICT もちゃんと所管してますが、その最初の言葉っていうのは次世代通信網っていう名前だったんですね。でこの次世代通信網っていうものについて の郵政省としてのパンフレットとか DVD とかこうしたものを最初に手掛けさせていただいたのが私どもなんですね。そうなんですか。うちもうち広告代理店なんで。そうですか。そうなんですよ。そうですか。もうね、そうですか。よくわかりますけども。いえいえいえ。そう、でも電通ですけど、悪い言い方すれば出入り業者だったわけですよね、政府のね、省庁の。おっしゃる通りでは。ね、出入り業者から見た小泉純一郎さんとか、はい、どうで飯島秘書官、後の秘書官とかはどうだったんですかね。はい、無論ですね、小泉さんとその当時出入り業者の一番末端のですね、若い社員がですね話せようはずがありませんので、はい、ただ小泉さんになってからいきなり予算が増えたとかそういうのはないんですか。そんなことも全くなくですね、ただただ一生懸命仕事はさせてもらいましたけれども、しかし私はその非常にその当時がですね、非常に勉強にどういうところなった時期ですね。やっぱり広告代理店に行ってよかったなと思うのは、今のこの政治家の仕事もコミュニケーション、今これやってることだってコミュニケーションですよね。そうですやっぱりコミュニケーションすることについてのさまざまな角度から勉強することができたのは現場でもあり会社でもあり、厳しさもあり、そしてまた楽しいこともいろいろ経験させてもらう中で、私は電通って良かったな。そりゃそうですよね。本当に今感謝申し、普通の人がなかなか経験できないことをね、きっとできたでしょうね。やらせていただきました。そうですか。はい、そして電通に配属されて東京に行ったということなんですけれども、ちょっと戻りますけども、さっきお話しされた時にもともと政治をやりたいというふうにおっしゃってましたよね。それはどういうことなんでしょうか、ね、私はですね、さっき申し上げた通り家計的に飽きないだから、飽きんどんとなろうと、でしかもですね、頭取りですからね。いえしかもですね、その私はですね、小学校の頃かなんかにですね、油断っていう坂井谷太一先生の本を読んで、そうか、日本は油が大事なんだと、だから油を取り扱ったら、世界で誰しもが僕だっていうぐらいの世界に行ってみたいと思って、でまずそうするためには覚えてもらわなきゃいけないから、ここはちょっと最初から電通チックなんですけど、伊藤忠商事の伊藤忠彦、ね、そうすると伊藤忠と伊藤忠だから、これでいいぞみたいな世界で、そのためにはやっぱり福沢諭吉先生の大学に行きたい、で兄もですね、福沢諭吉さん の、高等学校から行ってたんで、同じように行ってみたいなと思って受験の勉強してみたらコロッと落っこっちゃって、それで早稲田大学高等学院っていう学校にだけ受かるんですね。なんでこんな学校に来てしまったんだろうと思い悩みながら、目標の喪失感に苛まれて高校時代いろいろ考えてるうちに、そうか、僕はもしかしたら世の中のために政治の世界で頑張るっていうことを与えられた使命として勘違いすれば、これでいけるかもしれないと。ね、最初はだってそれが本当かどうかなんか分からない。それ18歳ぐらいですか。だから15歳です。15歳ですよ。原服の見切り15歳で、そんなこと思わないですよね。それでもうそれ以来ずっとそれだけで扉を開けてみたんですね。そしたら
本当に最終的には選挙区の皆さんのおかげで、うんうんうん、夢にまで見た政治家になることができて、うん、そして、まあ、国政にまで上ってくることができました。15歳から伊藤忠商事してたんですか？いや、もっと前から、だからそのなんとなく、まあ、名前が同じだから言う方が、そう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 、それも違いますよね。そうなんです。そうですか、ええ、ねえ、小中学生で勝者を言えるってすごいことですよね。いや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 、名前が近くてもね。いやいやいや、はい、そして電通時代に戻りますが、はい、電通は6年で退職されるんですね、はい、でその時に、ですね、竹村正義さんの秘書になるんですね、はいはい、新党先駆けっていう政党があって、あ、皆さん覚えてますか？ちょうど細川内閣ができて官房長官になっておられた竹村正義先生の、秘書として拾ってほしいということでお願いをしに行きました。それは何か縁故とかあったんですか？ご紹介いただく方が間におられたんですけれども、私にそのチャンスをくださいまして、はい、で忘れもしませんが、27歳のですね、はい、ですね、2月26日ですね、うん、大雪の日でした。官邸に行くのもですね、とてもじゃないけど、はい、普通の靴じゃ行けないぐらいのところだったんで。それは自社差政権の時ですか？そうです、はい、違いますね。違いますね、違いますね。細川内閣の官房長官ですから、はい、そこで、そっか、竹村さんにお願いして、そのちょっと前の時ですね。そうですね、はい、それでお願いして秘書にしていただいて、それから間もなく細川政権が、うん、崩壊をいたしまして、はい、その後羽田内閣ができて、はい、それがまた崩壊をして、それでその今おっしゃった自社差政権というのができて、できるんですね、はい、その時大蔵大臣に今度は竹村が着任する。じゃあその時秘書さんをやられてたということなんですね。はい、じゃあやはり自民党が野党時代ですし、まあ、政権が大きく変わった時ですから、うん、非常にインパクトがありますでしょうね。そうですね。じゃあ細川さんなんかこの間都知事選出て、まあ、落選しましたけども、どう思いました？私はですね、今自由民主党の、国会議員としてやっぱりああいう出方っていうのはですね、うん、まあそれは立候補することは自由ですけれども、うん、はい、まあああいう出方もあるのかなと思いながら眺めていたというのが実態でございますね。すやっぱり東京ってところはやっぱり今総務省という立場で地方自治を見てましても、いろんな問題がありますよ、うん、決して一つの問題だけじゃなくて、ワンイシューじゃダメだということですね、いろんな問題があるわけですから、うん、そのこと一つ一つに十分な責任とそして実行をしていくためにはどうしたらいいかという点では、はい、どうかなと、ね、いうふうに思ったんですね。はい、はい、そして、ここから選挙にご自分で出始めるんですが、はい、結局今現在から遡ると、はい、選挙には何回出馬して何回落選されてるんですか？ですね、竹村さんと一緒に新党先駆けで、参議院の比例区に、はい、名簿で一番最後の打ち止め候補として出てくださいってこう言われまして、それがまず1回、はい、でそれも一応落選に入っちゃうんですね。でそれ消したい過去ですよね。その後衆議院選挙でまた今度は近畿の比例ブロックで出てみなさいって言われて、それ先駆け、先駆けでこれも自分の名前を書くんじゃなくて政党名でどうかって言われて、それも落選ですよね。もう伊藤政務官、ね、この2つ消したいですよ。いや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 決して消したいとは思ってるわけじゃないんですけれども、 その2回落選をいたしまして、それで、まあ、周りの人も心配をして、まあ、そろそろ先駆けで学んだことも十分だから、やっぱり与党の自由民主党っていう政党でいろいろもう一回勧強し直したらどうかっていうお勧めもありまして、はい、実は大学の先輩でもある小渕先生、当時は愛知県名古屋がですね、万博と それから空港の件で大変なお世話になってたんですね。でこの先生のところに伺っちゃどうかっていうことで、実は内先生のご厚意でわらじをもう一度脱がさせていただいて、そしてその1年後に、うん、
まあ、生まれて初めて本当に自分の名前を書く、あの県会議員の選挙に愛知県県会議員になったわけですね、それでその竹村さんから小渕さんへ の、 そのまあ政党も昔は一緒だったかもしれませんが政党が違うじゃないですか、どういうふうにこう変えられたんですか。まあ、小渕先生のところに行った時も竹村さんはどういうスタンスだったんですか。ここはですね、だってあの自社社政権で一緒に与党として政権を担っていましたからね、ですからその自由民主党という政党も決して私にとって遠い存在でもございませんでしたし、大学時代もひっくるめて、あの自民党の先生方のところで、一番最初に衆議院議員の選挙で、あの実は私があのアルバイトをしたのは、あの河野洋平さんのところなんですね。これはなぜかというと、大学時代からもインターンみたいなインターンっていうか、まあアルバイトですね、選挙のアルバイトをしてたと。違いますね。あのそれはあの早稲田大学高等学院出身の先生でもあったんですね、あの河野洋平先生というのは。あ、そうなんですね。なので伺ったりしておりましたので、私の身の回りからすると、あの新党先駆けですとか、新自由クラブですとかっていうところにもおりましたが、あの自由民主党っていうのは決して遠い存在ではなかったので、1年間ですか、小渕さんの秘書さんは。あの基本的にはですね、名刺こそ渡していただいたんですが、あの自分がどこから出るか何に出るかっていうことをよく考えなさいと言われて、ほとんど愛知県に、あのおりました。そしたらあの今の知多半島の国会議員であった久野東一郎さんという先生が、あの最終的には私の地元から県会議員に出ないかっていう誘いをいただきまして、非常に迷ったんですけれども、あの縁もゆかりもないところから出ることになりましたので、まあそれは非常に迷ったんですが、あのよろしくお願いしますと言って出たのがこの県会議員の最初の選挙。小渕先生この時はどういうスタンスだったんですか。小渕先生はもう私が出た時総理大臣。あ、もう総理だったんですか。あの私が小渕先生のところへ伺いました時は、あのほとんどお役についておられなかったんですが、すぐに外務大臣になられて、その後総理になられました。それも運がいいですよね。持ってますよね、おかげさまで。違いますよね、だって総理になってからじゃ遅いですもんね。秘書さんになれなかったですもん ね、 そうですね。だってそれで名刺を配ったら、いやあの小渕総理のところのっていうことになりますもんね、絶対プラスですよね、でその後小渕先生亡くなるということですよね、そしてこちら、2期県会議員をやられて、40歳で愛知万博の問題とともにの開催とともに、初当選した。それは、衆議院議員ということですか。そうです。40歳の時に、そうですか、開会式は県会議員で臨んだんです、で閉会式に国会議員で臨むことができた。違いますよ、ね、本当にお祭り男ですね。いや電通ですからね、やっぱり違うな。そうですか、そしてこの8・3回の一人ということ で、 まあ2005年の小泉さんの郵政解散選挙で、見事国政初当選されたということですね、まあ、あの頃は、ね、8・3回といえば、まあ、今の、ね、安倍チルドレンじゃないですけど、まあ、そう言われないかもしれませんけども、まあ、そういうふうな若い、ね、あの集団という感じで言われてましたけど。そうですね。どうですか今思うと。まあ、あのチルドレンとかですね、あのチャイルドとかですね、これなんで言われるのかなっていうことを考えてみますとね、あの2回目の当選が大変なんだぞってことをですね、まあ、たくさんの人たちからね注意喚起をされてたんだなと、しかしあのやっぱりその初めて当選しますと、やっぱり嬉しさもいっぱいありますし、あのこんなにいろんなことができるのかってことも知りますし、そうするとなんか東京でこう仕事を自己満足にしているだけでですね、本当は私を選んでくれた地元の人たちに対して何を返すことができたんだろうかっていうことですね。でそういうことがあのなおざりになったりしてると、やっぱりチルドレンでしたっていう世界で、あの去ることになってしまったと、まあ、そこは深い反省だと思います。初めて、まあ、伊藤代議士としても落選を味わったってことですね、最初の2回もお名前貸しみたいなもんですから、初めての落選が45歳で訪れるんですよ、働き盛りの
それも酷ですよね。いえ、まあ、それはですね、自分の努力の至らなさなので、まあ、こんなことをやっていればですね、酷なことは必ず起こるわけですから、まあ、だけどそれがこんな時期に訪れたっていうこと自体は自分にとっても驚きでしたし、それまで私を支えてくれてきた人たちに対する、無念と申しましょうか、悔しいと言いましょうか、申し訳ないことをしてしまったなっていう気持ちもありましたので、絶対にそれでこれは絶対に我々も悪かったけれども世の中はもっと悪くなるっていうことを確信して、とにかくここでやめちゃいけないということで、まあ、そう思わないとやっていけないですよね、この仕事はやってきません。だって自分はどんなに信念があろうとやはりこう世論で変わっちゃうわけですから、そこをね少しでも夢を近づけるためにやるということはそういうことなんでしょうね。そうですね、だから翌日から立ちました、はい、うわ それすごいと思う。翌日から立ちました。翌日から立てるってすごいこと。だって4年後かねえ、分かんないんだもんな。まあマックス4年だけど。そしてなんと落選中に結婚されてますね。申し訳ありません。皆さんこれに、伊藤先生 の、まあ、解放みたいな感じなんですけど、奥様のコーナーもあってすごい綺麗な北川景子さんみたいな。いえいえいえ、初めての結婚ですか。はい。ベンツーマン何やってたんですか。いえ、仕事を一生懸命しておりましたので、はい、出会いをちょっと教えてください。これはですね、落選して家へ帰ってきたらですね、ね、1期目の当選で、まあ、とにかくめちゃめちゃに仕事を一生懸命してたんですが、いろんな人がですね、お前結婚しろ結婚しろと、で間に取り持って写真をたくさん持ってきてくれたんですよ。お見合いね、お見合いの写真を伊藤家にね、400年続く。いやいやいや、そしたらですね、やっぱり家へ帰ってきて最初にバーって部屋の中をこう見回してみて、写真が散乱してて、これは返さなきゃいけないぞと。で申し訳ありませんがもう一回会っていただけますでしょうかって言いながら一つずつ丁寧に返していったんです。そしたらですね、今の家内のところだけがですね、まあじゃあもう一回会ってもいいよと、こういうことになりまして。本当ですか、できすぎてませんか。いや本当にできすぎた話でもったいない話なんですけど、いいですよって話になって、それでまあじゃあ二人でご飯食べましょうって言って食べるんですけど、そのもう初日別に聞かれてもないのに話して申し訳ないんですけど、いやみんな聞きたいですよ、そういう話ね。最初の日にですね、待ち合わせしたホテルにふっと見たらですね、お母さんらしきおぼしき人が一人、僕眼鏡しててこう撮ると見えないんですね。それでお母さんらしき人が一人とあと二人ぐらい女性がいるんですよね。なんでこんなにたくさんおばさんとかみんな来ちゃったのかなと思ってびっくりしながら見てたら、 お母さんのお友達二人と本人全部で4人いてですね、これは大変なことになったぞと。で2人きりで食べるお金しか握りしめてない僕はですね、どうしようとか思いながらですね、やってたらですね、まあ向こう側がお座りになられて、でここはもうちょっと最初に言うとかんとダメだなと思ってですね、僕は落選したんで無一文ですというのが一つと、借金なかったんですか。借金はおかげさまでなかったんですけど、だからもう一つは政治は諦めませんと、だから職業は変えませんと、これ一本でいきたいんですということを言ったらですね、もう向こうのお母さんがなんか困ったなみたいな、こんなこと言われちゃってっていう感じであったと思いますが、まあ最終的には広い広い家内の心によって支えてもらいました。奥様何されてたんですか。当時会社勤めをしておりました。お年はだいぶ離れてるんですか。12歳違いました。すごい綺麗ですよ本当に。ありがとうございます。だから最初の政治活動と違うでしょ今奥様がいらっしゃる。はい、もう本当に倍になったでしょ幅が。本当にありがたい限りで、ね、なんで早くもらわなかったんだろうって思っちゃいますよね。いやいやいや、本当そう思います。いやいやいや、すごい活躍だから奥様ありがたいです、もうただただ頭が下がります。一人でやった自分が嘘みたいですよね。そうですね、本当にそう思います。そうですか。だんだんですね、
あの地元ではですね、もうお前来なくていいと、はい、ちょっと一抹の不安と寂しさを感じながら、こんなでいいのかなと思いながら、もう自分がバンハルの無理だもん、ずっとねえ、いろんな心にもあるしね、みんなね、先生ないですけど、ね、いいはい、おめでとうございます、はい、はい、そして こちらでようやく、まあ、政務官ですね、はい、はい、そうですね、どうですか、あのバッジ1回、まあ、取ってまた復活されて、はい、永田町変わりましたか。やっぱりその政権が変わったっていうことが一番大きなことなんですけれども、はい、依然として日本の民主主義っていうのはですね、私たちを選んでくださる主権者たる有権者の皆様方が基本にあって、でその方々のために私たちはあの国をどうするかってことを考えてやってるわけですから、そういう点では変わらないと思います。ただ自由民主党っていうのはやっぱり長い間政権を担うことによって、まあ、おごり高ぶって政権の座から降りたわけですから、そのことをですね、やっぱりその、はい、ようやく政権の座に就いた上に衆議院と参議院の逆転現象もおかげをもちましてこうして安定することができたんですが、これがためにまたあっという間に元の木阿弥に戻るような政治になっちゃいけないと、うん、でも、うん、人間というのは弱いもんですから、ややもするとそういう方向に流れがちなので、はい、そこを注意しなきゃいけないなっていうことは肝に銘じております。わ、はい、かりました、はい、いったん締めたいと思います。幸せどすねです。落選中に結婚式挙げられたんですよね、はい、名古屋派手でしょ、はい、で落選中ですよね。どんな結婚式になるんですか。だいたいどうでしょうかね、約500人ぐらい。お、はあ、やっぱ違いますね。それ多いですよね、東京とすればね。お相手もやっぱり名古屋の広い方なんですか。名古屋の方なんですか。いや相手はもちろん名古屋の方なんですけれども、ご家族なんですけど、どっちかっていうとそんな派手なことはしない方がっていうことでもあったというか、政治の世界にほとんど関わりのないご家族でしたので、一つ一つがもうびっくりされることばかりで、かえって申し訳ないなと。その方がうまくいくんですよね。思っております。はい、わかりました、はい、すいません。最近の政治トピックです。最近の政治トピックスってこう言われるとですね、まあ、何をお話ししていいかなってこう思ったりするんですが、まあこの2月はですね、僕は出張続きでして、最初の土日は、長野県とそれから山口県に行って、その次の、週は、和歌山県、これ日本日本で唯一の飛び地村って言いまして、飛び地村ってどういうことかっていうと、奈良県にあるんですけど和歌山県北山村っていう村に私行きました。ぜひ夏になったらこれを見てる方々、この北山村っていうところ訪れていただければいいなって思ってるんですが、ここはですね、北山杉っていう杉が取れまして、はい、でこの杉を新宮市から全国に運んでいたので、うん、明治維新の後にどこの県に所属をしたいかってことを、まあ、明治政府とやるんですけれども、はい、その時北山村の人たちは新宮に木材を送ってるんで、自分たちは奈良県じゃなくて和歌山県に帰属したいってこう言われたんですね。そしたらそれでいいってこういうことになったんですよ、はい、でまずもう今2月ですので、3月4月になると花粉症が出てきますよね、杉花粉で。花粉症に効くかもしれない蛇腹っていうですね、柑橘系のおみかんがあるんですが、はいはいはい、これがですね、世界で唯一ここでしか取れなくて世界一の生産を誇ってます。当たり前ですけど。でこの蛇腹を使ったジュース、
それから蛇腹を使った焼酎、それからあの現地に行くと蛇腹バーガーって言ってですねちょっとあの鶏肉を蛇腹のその香辛料につけて揚げて、であのハンバーガーみたいにして食べるあの食べ物があるんですけど、これすごく美味しかったんです。これあの北山村の 食生活改善委員会っていうところ の方々が作ってくださって我々も食べたんですが、すごく美味しいのと、それから夏はあの今申し上げました通り、こうイカダで川を下ってその新宮に材木出すんですよね、はい、でよく外国でですねフローティングボートでこうバーッとこう激しく川下りするのがありますけど、うんうんうん、ここはですね、うん、このイカダで川下りするんですけど、ものすごく面白いです。すみません、それがどうしてこれなんですか。これはですね、まあまあ、 あのこれはですね、いや要するに私が言いたいのは、総務省のあの私はあの穏やかなですね、はい、あの村の人たちの生活なんですが、やっぱり過疎地であって、うん、でしかもここはですねあの人口470人で、うん、高齢化率が 48%、 つまり2人に1人が65歳のまさに日本がこれから進もうとしている世界なんです、はい、でもここの人たちは、うん、あのこの間トークをいたしましたけれども、27歳の女性から86歳までの方と一緒にやったんですが、あのみんなここをこう大好きだと思ってるんですが、この村長さんがですね、はい、じゃあここで心臓があのちょっと痛いって言って、はい、あの倒れられたり脳梗塞とか脳卒中とかになったら、でもどうしても運んでいけば1時間かかるから、うん、そうすると命っていうことについて言えばあの残念だけれどもお亡くなりになる確率が大きい、でもここが大事だ、でここの道路をうんと便利にして10分や20分でもし病院に行けるようにするという道路をつないだとすると、それは東京の人から見るとどう思われるかっていうと、無駄だって言われますよねと。このバランスが地方自治ということを考えた時にあの難しいんですと。でもじゃあ山から降りてこいってことを誰が言えるのかと、ふるさとを捨てるってことを誰が言えるのかというところのバランスを税金というものを使って私たちは日本全体のことを考えていくわけですから、まあ、やっぱり非常に難しいことを自治という言葉の中でやらさせていただいてるんだなっていうことを改めて、まあ、総務省という立場であの痛感してきたあの出来事だったんです、まあ、それが私にとっての一番 の実はあの直接的なトピックスです。国家としては今あの例えば NHK の、 あの問題ですとか、あるいはあの国家戦略特区、これも今私が担当しております。で日本全国でより先進的な事例を持ってさまざまな規制を突破していって、あの新しいあの お薬ですとか新しいそのものづくりをどのようにあの整えていくか、あのいうようなこともやってます。で一方もう一つトピックスで申しますと、ここ数日大きな雪が降りましたよね、はい、であの実はあの私の知多半島はあの畜産業が大変盛んなんです、うん、それでこの畜産業盛んなんですけど、知多半島ってところはすごい暑いんです、うん、それで搾乳をする牛なんかはですねやっぱり暑さに弱かったりするんで、うん、少し規模を大きくしてやっている畜産業の人たちは静岡に裾野市みたいなところで、はいはい、もう一つ牧場を持ってやってるんですが、今回の雪で、あんなに大きな雪が降ると思いもよらなかったんで、裾野にある牧場の屋根が落ちまして、それでたくさんの牛が傷ついたり亡くなったりで、しかも雪が深くってすぐには入れないもんですから、今その裾野でやってる畜産をやってる人たちの手当てをですね、まあ、これどんな風にできるか、死んだまま置いておくのも地域に問題ですし、大きな損失にもなりますし、まあ、この辺を農水省として雪害対策でどうなってるかと、
で今日たまたま副大臣と農水省でお会いをしたらば、まあ、昨日それ指示を出したからあの手当てをしていけるんじゃないかということで、あの相当、まあ、そのだけじゃなくて全国的に雪害が起きて、その雪害であの農業畜産業被害いろいろ出ておりますので、ね、雪害なんてね、まあ、ちょっと数年では考えられなかったですね。考えられないですね。あの去年あの覚えておられるでしょうか、あの北海道の北見であと10メーターのところにいた親子が寒さの中でホワイトアウトの中に入っちゃって抱かれて亡くなったって痛ましいことが北海道でありましたよね、はい、私あのやっぱりあのこの総務省っていうところは交付税ですとか特別交付税ですとかいろいろあるんですが、はい、中でも、まあ、除雪雪害対策ということがあって、はい、私今週の月曜日にあのその北見に行こうと思ったらあのちょうどあの大変な雪深いことになってしまって飛行機が飛ばなくなったもんですから、はい、あの一旦ちょっと順延をしてあの仕切り直しで行こうかなと思ってですね。皆さん地方自治のね、あの親元はこちらの総務省ですから、うん、もうだからもう日本全国本、はい、奔走しなくちゃいけないんですね、はい、そうなんです、あの本当にいろんなところにあの一生懸命つつましくあの穏やかに日々を暮らしている人たちのその穏やかなことをですねどうやって守って差し上げるのかっていうことにあの私たちの役所はあの総力を挙げてあの頑張ってる役所でございます、はい、それとあの、まあ、総務省の政務官とともに内閣府もやられてるんで、はい、そんなできるもんなんですか、はい、いやいやいや兼任なんですか皆さん私の場合はたまたまですね、はい、内閣府とあの総務省と兼任をさせていただきましたが政務官他に2人いますけれども、その2人はですね、はい1人はあの復興庁兼任になっておりまして、うん、私はこの2つでもう1人はその、総務省だけっていうことになってますけど、はいはい、内閣府の方はあの先ほど申し上げた国家戦略特区、うん、それから地方分権等々、はい、それから道州制等々ですねあのいろいろとやっております。やること多くて大変ですよね、はいはい、今日の新聞、はい、見ましたら自民党もなんか大変みたいですね。今日あのプルデンシャル生命の毎日営業されている方もいらっしゃってますけどこれから営業ですよなぜかというと自民党が党員を獲得しないと、はい、その規定の人数を罰金で1人2000円とか1000円とか、ね、取られるんでしょう。だから選挙もしなくちゃいけないし、ね、永田町のこともやらなくちゃいけないし、ね、党員も獲得しなくちゃいけないしっていうすごい時代に入りましたね。まあでもあのどんな時代でも政治家はそれは当たり前だと、はい、で政党を背負ってるわけですし、やっぱりこの政党があの与党として、あのこの国の責任を負ってるわけですから、うん、その与党の一人のメンバーとして自分の地域であの党員の獲得を頑張りなさいというのは政党として当然のことですし、そうですね、私たちもあの努力をするべきだと。そうですね、それによって今取りやすいかもしれない。それによって私たちの今ある姿があのはっきり分かってきますので、はい、あのいろいろご注文もいただかなきゃいけませんので、まあ、そういうことはあの地元の関係のみんなと一緒に一生懸命またこれもあのぶつかってやっていこうとあの思っております。決してありがたくはないけれど、あのなんて言うんでしょうね、宿題として考えればありがたいことではないけれども、宿題なんてことじゃなくてごく当たり前の政党活動としてあのやっていくべきこととしてとらまえれば、あの甘いことは言ってられないぞっていうふうに思います。でも実際問題大変ですよね。こういろいろ陳情を受けるだけじゃなくて、その議員さん側からもその人からお金が出ることを要求するわけですから、はい、なかなか大変ですねこれからね。だってあの例えばお芝居を見たってお金はいただきますし、木下サーカスだってあのシルク・ド・ソレイユだってみんなそうですよね。で私たちもですね、あのぜひ私たちの活動にあのお助けくださいと、そしてあの私たちも努力をしていきますっていうことです。活動家ですからね、ええ、自民党といえどもね、はい、明確な活動家ですからね、はい、活動費欲しいですよね。あのそれはあのどうぞよろしくお願いしますと、はい、この中で党員います？どっか入ってるんですか？どっか入ってる自民党ありがとうございます一人自民党の方がおられて大変私嬉しく思いお疲
き合い、お付き合い。毎月いくら払ってるんですか？毎月じゃないです。1年間で4,000円です。あ、大したことないです。それ経費とか落ちるんですか？どうですかね。あ、そうですか。なんか自民党のね、党員になると控除されますよとか、そういうなんか減税対策に勝手に組み込むんじゃダメなんですか？それは出していただく方法にもよりますけど、でも、はい、例えばオバマさんがなんであの有名なのって言ったら、はい、あのサイトの中で、ええ、あの献金を募って、うん、たくさんの人がそのお金の量は別として、はい、ものすごくたくさんの人たちが彼の活動を支えたわけですよね、うん、あの何セントっていうところから何ドルまで含めてですけどね、うん、あの、ええ、でたくさんのその例えば何て言うんですかね、活動費を、うん、あの差し上げていただいた人たちにはまた民主党、あの米国の民主党さんは、はいはい、いろんな形で報いてるわけですよね。あの都知事選に出たあの iPhone いつも掲げてるイエリさんでしたっけ、あの人も600万ぐらい集まってるんですよね。大したもんですよね、うん、素晴らしいですよねやっぱ違いますね、そういう注目度がね、でもそれもコミュニケーションなんですよね。あのやっぱり何もかもコミュニケーションなんですね。でコミュニケーションすればするほど責任が広がっていきますから、それをやっぱり自分でしっかり受け止めないと、はい、この仕事はあのやれないなと思います。はい、わかりました。最近の政治トピックスでした。最後のコーナーになります。今だから言えるあの日のあの出来事です。何かありますか？裏話的なとこでもいいんですけども、これですね、まあ、いろいろなことを経験させていただいてきましたんで、まあ、どのことを申し上げていいのか、私としてはちょっと困ったなと思ってるんですが、どんなところを特に例えばなんですけども、伊藤先生ご紹介していただいたのは武部さんですけども、はい、まあ、止水会で二階派と言われるところですよね、はいはい、まあ、そんな積極絡みのことでもいいですし、中の派閥問題でもいいですし別段派閥の問題等々ないんですけれども、はい、よく派閥の弊害とかって言いますけど、私は自分で二階先生についてまいりたいっていうふうに決めました。どうしてですか？でそれは、小渕恵三先生に、はい、自由民主党としては最初に門を叩いたわけなんですけれども、残念なことにですね、小渕先生が亡くなられた後に衆議院選挙に入りました。で小渕先生のグループである額賀福志郎先生にも大変なお世話になりました。他にもですね、大勢の先生方にお世話になったんですが、私は県会議員時代にいよいよ自分がついてまいりたいと思う先生を考えておかなきゃいけないっていう時に、まあ、いろんな方々をご一緒させていただく中で、私としては二階俊博先生が一番、こういう言い方をしては失礼かもしれませんが、面白い、ついていっていろんなことを学び取りたいと思う先生でらしたので、迷うことなく自分から僕を拾っていただきたい、お願いします。それバッジをつけてから行かれたということですか？つけるというか、まあ、公認候補なる前後ぐらいからずっと、2005年 の選挙の時の前、はいはい、ということです。はい、ずっと2回派続いてるから、ずっと二階先生の話聞いてますよね、私たちこの1年すごいですね、神ですよねそうですか、はい、これもね、二階先生、はい、これはですね、やっぱ字が上手いですね。私がですね、これを作ろうと思ったのも、やっぱり先生がずっと自分の活動録を作っておられて、はい、そうだ、これは作っておきたいなと思って、で作るにあたって、うん、原点っていうこの字はですね、先生に書いていただきましたが、書いてくださいっていう字は原点と書いてほしいっていうことは、私からお願いをしまして、お書きいただいた。さすが電通マンですね、何でもいいとか言わないんですねねえ、やっぱちょっとさすがですよ、本当に。そうですか、はい、どうですか今二階派は中で。よくですね、そのいろんな人たちが派閥のことをいろいろ言いますけれども、私は
非常にまとまった集団として、あの何でもかんでも意見が一致するとかそうじゃなくてですね、あのある政策を展開していくときにやっぱり大勢の人が必要なんですよね、議会っていうのは。でその大勢の人たちに対してコミュニケーションの核となってみんなが頑張ると、そして説得をしていくと、そういうことをしていく集団として私はあの二階派っていうのはすごくいいグループだと、あのこんなに団結力があって、あのいろいろな意味で活躍をさせていただいているグループはないんだぞと思いながらですね、あの誇りを持ってあの活動を続けていこうってこう思っております。まあ、派閥政治がねここ数年ずっと悪く言われてましたけどね、私も全然いいと思いますし、もう世代が昔と違いますからね。やっぱり学ぶ場っていうのは必要ですよね。どんな場面でもあの政治の世界でもそうですけれども、あの過去に起こった出来事 の、あのケースをですねこうどう考えるか、それをもとにしてどうすればことが解決できるんだろうかというようなことっていうのは、やっぱりあの先輩の皆さんからいろんな知恵をもらいながら私たちが行動して、そして物事の解決に向けていくってことをあのしていくべきだと思いますので、あの決して私たちは悪さをしてるわけでもないし、悪さをする集団でもなくて、あのみんなで切磋琢磨して私たちの国日本のために役に立とうと思ってる集団ですから。派閥に入っていれば山本太郎さんみたいなことないなって思っちゃうんですよね、いつもね。やはりこうマスよりも隣の先輩が怖いじゃないですか、人間って。まあ、マスも怖いけど、やはり隣あのうるさい人が隣にいるとそういうこと行動ってちょっと踏まえる考えるじゃないですか。ちょっとそれは極論ですけども。だそういうあの森さんがよく言ってるように座布団の座り方とかね、あの飲み会の時の。教育のシステム、そう教育、ね、ね、そうだって分かんないもんね、対有権者だけだったら、ね、この仕事はですね、あの変な言い方をすればですね、自分でしかそのコントロールしえないわけですよ、ね、だからもう零細企業の社長さんみたいな、まあ、そう言っちゃ失礼ですけど、そうそうそう、まあ、そういう感じですもんね、誰も言ってくれないですよね。そうだからあのそういう意味ではあの習わぬ小僧じゃないんですが、はい、見聞きをしてそうかそうかっていうことをあの知っていくことがあのやっぱり大事だと思うんですよね。そうですね、それ何か疑問とかやりたいことがあればその派閥の中でまずは戦わすってことが勇気の一歩ですよね、一番厳しいと思いますよ。そうですね、そういうやっぱりあのそういうのを越してきたことが、まあ、民主党の失敗にもつながったのかなというふうに思っちゃいますよね。まあ、ネットで発信すれば全く関係ない人がいいって言ってくれる、そのことを信じてしまうとね、別に全然自民党じゃない党費払ってないんですいませんあの説得っていうのがやっぱり私たち の、 あの仕事の非常に大きな部分ですよね。一番大変ですよ ね、はい、ね、あの例えば自分の抱えている法案について、あの自分の政党だけじゃないんですね、はい、やっぱりあの二階先生に私あの初当選した時に観光立国基本法っていう法律を一遍制定してみようと、やってみようと三十数年ぶり の、 あの改定をしてやろう、でそれで観光立国っていうものに進んでいくんですけれども、はい、この法律はですね僕あのお任せをいただいた時に観光は平和の産業だからあのただ与党でその作ればいいっていうんじゃなくて共産党に至るまで全党全く全会一致でこの法律を作り上げたい、うん、こう思いましてですね、はい、もう本当にあの無手活流でしたけれども先輩の先生方が見守ってくださることによって、うん、民主党公明党社会党共産党あの各党の皆さんにご指導いただきに行ってあのなんて言うんでしょうかね、その法案をあの作り上げていく、もちろんそこまでのずっと積み上げてきたことの上に私たちは仕事をさせていただいてますんで、うん、決してその瞬間だけじゃないんですが長い間の最後のところをですねあの私たちやってみろって言っていただいて、うん、あの本当に自分であのオンザジョブトレーニングとしてよかったなっていうこともございましたし、はい、もう本当に学ぶことが多いです。伊藤代議士の、まあ、座右の目と言われないんですが、まあ、一番大事にしていることはコミュニケーションじゃないですか。
今おっしゃったように、はい、まあ、一番じゃないかもしれませんが、二階さんってそのコミュニケーションされる方なんですか？なんかあんまり喋らないイメージがある。喋らないっていうのはですね、余分なことを話さない。余分なことを喋る、白井さん聞きましたとか余分なことを言わないっていう点のことだと思ってください。私はですね、やっぱり政治って自分の年代とポジションによって存在の仕方は変化していきますよね。今私たちは喋らなければ、ここにいるって言わなければですね、誰も見向きもしないまま終わる時代、うん、そういうタイミングにいるんですよね。でももうそこにいることはよく分かってると、でそこにおられる方の力もよく分かってますっていうところになると、はい、今度はですね、やっぱり注ぎ込まれる情報の中から正しい方向をその決めていくっていうポジションになってきますよね、はい、やっぱり二階俊博先生は私たちのリーダーですから、リーダーはできる限りリスクを取りつつも間違わないっていうことをしてもらわなきゃいけない。私たちは今そこについていく側として、まだまだいますって言わないとならないタイミング、うん、そう、だからその悪い例が小沢一郎さんじゃないかなと思いますね。喋んない政治家だからつまんないというか、何考えてるんだろうと、ね、過去の著書とかそういう背景で分かれてても分かりませんって言いたいんですよね。悪い例がね、うん、そこはなんていうんですか、まあ、もう一つは政治家ってやっぱり伝えなきゃいけませんから、どう伝わるかってことありますよね。そういう点ではね、誤解のないように申し上げておきたいんですが、はい、二階さんっていうのは、はい、ものすごく伝えることやってますよ。例えば地元の新聞にはどうでしょう、1ヶ月に1回ぐらいは出てますし、それから自分で文章は書きますし、それから自分のことを伝えなければならないという時は本を出したり、新聞を出したり、いまださまざまやってます。私はこれはですね、今だいたいどうでしょうか、地元で7000近く出してますけれども、はい、その人たちが私の日常を知ってもらって、そしてまた伝えていただければありがたいなと思ってやってます。でボリューム9だからどれくらいの、ですね、半期に1回ぐらい、半期に1回ですか、はい、でもこれまとめとくといいですね、いざという時にね。後でね、後でいいですよね、無理ですよね、後で無理、バタバタの急に選挙になりますしね、今定期的にやることですね。そうですね、情報発信は、それはそういうことだと思います。私日記なんか書いたことない人間だったんですよ本当に。だけども今はですね、毎日毎日起こった出来事、うん、今日はこのミヤチャンネルに出させてもらってハラハラドキドキしながらようやく1時間が終わりそうだとかですねそういうことをですね、はい、一生懸命書いて、ね、やっているんですけどね、はい、そうですか、ネクタイが素敵だってきていますけどねはい、ありがとうございます。最後に何か質問ありますか。はい、もう大臣ですね、もう本当に内閣の政務官いろいろもう本当に重要なところをですね、はい、やってらっしゃるんですけども、まあ、自社さんのところから、まあ、政治にも入ってらっしゃるので、あの時に村山談話とかですね、まあ、河野談話というのもあって、今結構韓国と、まあ、中国もそうですギクシャクしているところがあると思うんですけども、この間村山元総理もなんか韓国行ってこうやったりなんかして、まあ、そういう意味でですね、まあ、内閣として村山談話を継承するような、ニュアンスなんですけども、まあ聞くところによると、あれはなんか某新聞社の方が書いたとかですね、この談話も、韓国の記者の強い要請があって仕方なくああいう談話を発表したとかあるんですが、まあ、これは結構センシティブな話なんですけども、その辺はどうお考えですか。私もですね、実は日韓議連 の事務局次長をさせていただいたりして、この間の日韓議連総会、はい、ございましてですね、あれも2度目の当選で初めて出させていただきました。ものすごくシンプルに言うならばですね、やっぱり日本国民の幸せのために考えるのなら、喧嘩の状態であらずに仲のいい状態と言いましょうか、仲がいいっていうのもいろいろあると思います、国家と国家ですからね。しかし通常に会話ができて、そして普通に喧嘩ができて、また仲直りをする、切磋琢磨もする、こういうことが普通にできるようにするにはどうしたらいいのかっていうことを、私たちはみんなで
考えて選択をしていかなければならないと思いますね。しかし国家ですから、自分たちの主張をどうしても折ってはならないところまで折ってでもやらなければならないかどうかっていう点はですね、私はそうではないと。私たちには私たちの主張というものがあると。でそのことはそのこととして理解をしていただけるように、どんなに年月がかかっても理解をしていただけるように誠意を尽くすということも大事なことだと思います。ですからいろんな談話も発表されましたし、いろいろな行為が両国の間にもなされました。また多くの民間人の方々がそれぞれ交流をしていただいております。これみんな総じてどういうことを目的としているかっていうことを、やっぱり隣国同士時には喧嘩もするかもしれないけれども、隣国同士の在り方ってどうあってほしいのかっていうことを私たちが痛切に感じながら、両国の政治をリードしていかなければいけないんじゃないか、これが私は大事なところじゃないかというふうに思っております。じゃあ次の方を紹介してください、はい、電話かな、すいません。それではですね、はい、静岡からですね、はい、滋賀県に選挙区を移したんですが、そもそもは鈴木自動車の社員さんでもあった、大岡先生っていう先生を、私の後に出ていただこうと思いますので、はい、じゃあちょっと電話していいですか。試合だったら留守電に入れといていただけますか。はい、大岡先生、やっぱ大岡越前と忠助とあれかな、子孫なのか。大岡先生、伊藤忠彦です。今ミヤチャンネルのスタジオからお電話をさせていただいております。26日の水曜日に、ぜひミワチャンネルに出演をしていただきますようによろしくお願いします。どういうつながりですか。派閥ですか。同じグループの、また2回と止水会つながってますね。止水会ね、早稲田、はい、止水会早稲田がずっと続いてる、はい、そうですか。金子恵美さん、めぐみさん、はい、あ、そうなんです。そうですね、すごい、これなんか見たらすごい、いろいろやっぱり年月が経ちましたね。これ鍵田中兵衛さん亡くなってるでしょ、はい、小野次郎さん、みんなのと言っちゃったし、はい、今ゆいのとか、ゆいのとですね。えで参議院に転出した人が3人女性ね。えいろんな人生生まれてますね、これね。そうですね、だってこの中で今現役で存在してるのは40人ぐらい、あ、そう、40数名ですね。あ、そうですか。で今政務官が27名全部で政府の中にいて、はい、その中で同期で政務官やってるのが15人ぐらいですかね。そんないらっしゃるんですね。あ、そうですか。たまに会ったりするんですか、八三会では。そんな時間ないんですか。ですね、この間臨時国会の時に、うん、はい、政務官の同政務官で同期で声を掛け合ったら、はい、あっという間に15人中13名、まあ、すごいですね。集まって皆さん同じ悩みを共有したいんでしょうね。 いろいろね、すごく楽しく、そうですか、励まし合いながら頑張ろう頑張ろうって言ってやらせてもらいました、はい、どうもありがとうございました。本当にじゃあこれからも頑張ってください、ね、はい、右肩上がりですから。どうもありがとうございます、はい、第106回目のゲストは自民党伊藤忠彦衆議院議員でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。